イラク系の花澤です。ご視聴ありがとうございます。本日はご希望がありましたので、セルフのリフレクソロジーの方法をご紹介します。では両足にクリームを塗っていきますね。基本的に、心臓に向かって、末端から心臓に向かってという動作になりますので、甲の方もこういうふうに指先から足首の方へ、足裏の方も指先の方からかかとの方へ、こういうふうに向かって流してください。次に両手で足裏を中心から外へ開くようにします。中心から外へ、中心から外へ、中心から外へ、次に親指を回してほぐします。外反母趾がある方はなるべく外側に大きく回すようにしてください。他の指も同様に回します。次にツボ押しをしていきます。まずは有線ですね。この膨らみのちょうどこの手が止まる部分ですね、真ん中の、両膨らみの間の部分、この部分が有線というツボです。ここに親指を当てて優しく回す、こねるように押し揉んでください。10回程度で大丈夫です。次に真ん中ですね、ちょうど中心部分、側心というツボになります。これも優しく10回、両手の親指を重ねて回し揉んでください。最後にかかとの方ですね。膝眠というツボです。ここも優しく回し揉むようにして10回、どちらもこういう形で押し揉むようにして刺激してください。次にこの足の内側のアーチを揉んでいきますね。
このように往復してください。この部分は反射区では背骨にあたる部分です。こちら側が腰の方ですね。で、上の方が首の方です。頸椎、胸椎、腰椎となっています。痛すぎないように、ゆっくりと往復してください。次にこう土踏まず部分を絞るようにします。ここも強くしすぎないように行ってください。かかとの方から指先の方まで行います。次は親指全体を使って横隔膜、ここは横隔膜のゾーンですけれども、これを押し上げるようにしてください。次に指をそれぞれ1本ずつこのように押し揉んでください。根元の方から指先に向かってこのように滑らせます。両手の親指で押し込んで滑らせるという風にします。私はこういうふうにやるのが慣れてるので、こういうふうにやりますけれども、こういうふうにやってもいいですし、この部分で当てて押さえて。リフレクソロジーでポイントになるのはしっかり圧を入れることなので、支えてを作ることですね。こっちに逃げていってしまうと力が加わりませんので、指でやる場合にも関節でやる場合にも、しっかりこの甲側の方に手を回して挟んで動かないようにして押し流してください。
まあ、こうやってやった方がソフトですね。こういうふうにやった方がソフトで、こういうふうにやると痛いです、強いです。その痛いぐらいの方がいい方はこういう形で、ソフトな方がいい方はこういう形で、というふうにされるといいかと思います。はい、次にこの小指の下の肩のエリアを揉みほぐしていきます。このように下から上に向かって薬指、両手の親指で薬指と小指の付け根に向かって下から上へ流していきます。これはこの方がやりやすければこういう風にやってもいいですね。肩こりが気になる方は特にここをしっかりとほぐしてください。次にかかとですね。このようにこの部分で両方のかかとをこすります。ここは生殖器に当たるところです。男性であれば精巣、女性であれば卵巣の部分ですね。次は乳首をひねるようにして揉みます。こういう形ですね。最後に足の甲を伸ばします。このように足の指をつけた状態で膝を持ち上げていくと足の甲が伸びます。これで足の甲をストレッチしてください。10秒ほどキープしてください。右足も同様に行っていきますね。クリームを塗っていきます。下から上に向かって広げるようにしながら塗り伸ばしてください。広げるように両手で
このように流します。次にしっかり押さえて指を回します。右回し左回しと両方行ってください。他の指も同様に回します。次に粒押しですね。優先、促進、質民となっています。に足の内側のアーチですね。背骨の部分になります。上から下、下から上と往復します。指先の根元まで、で、かかとまで。下の方が腰で、上の方が首でということになっているので、腰が痛いような方はこちらを多めにこすって、首の方がつらいという方はこちら側を多めに、こういう感じですね、もみほぐしておくといいと思います。ちなみにここが鼻になりますので、鼻がつらい方はここをこのようにほぐすといいでしょう。次に土踏まずをねじるという動作ですね。それから上の方まで。全体的に絞るようにします。クリームが少ないと擦れて痛いですので、しっかりクリームをつけてください。次に横隔膜ラインを押し上げるようにします。ここは肺の反射区ですので、
呼吸が浅いなとか、咳が出るなという方はこの辺りも揉んでおくといいでしょう。丁寧にやっておくといいと思います。無理に痛いようにはやらなくていいので、気持ちいいように、痛気持ちいいぐらいを目安に行ってください。次に指ですね、足指をこのように揉んでいきます。これはこのように親指で行ってもいいですし、関節を使って行っても構いません。指は痛い方が多いんで、多分やってて痛いなと感じると思うんですけれども、辛すぎない程度に、冷えてる場所ですので暖かくなるのを目安に丁寧に行ってください。指を行ったら次は肩ですね。このように指で行ってもいいですし、このように関節部分でも構いません。こうやって肩骨でやってもいいですし、私はこのように指を挟んで、しっかり固定してしごきます。右足のかかとを入れますね。足首をひねるように絞ります。最後に右足の甲を伸ばします。無理せずに10秒ほど伸ばしてください。仕上げにチラシタ老廃物を足裏から膝裏まで流していきます。特に膝上10センチまで、膝裏10センチまでと流すようにして、余計な汚れを
ちゃんと排泄するようにします。いかがでしたか？以上になります。ありがとうございました。